皆さんこんにちは、藤六です。今回は甘夏丸ごとゼリーを作っていきましょう。甘夏がない場合は、オレンジやグレープフルーツなど好きな柑橘類を用意してください。まずは甘夏を横半分に切っていきましょう。そして、実の部分を取っていきましょう。甘夏の皮と実の間に包丁を入れて、ぐるっと一周させてください。 そうすると、後で身の部分が綺麗に取り外ししやすくなります。包丁でぐるっと一周できたら、身の部分を取り外ししていきましょう。スプーンなどで取り外ししていただいても構いません。皮が破れないように注意してください。このように、綺麗に皮の部分だけになったら、続いて身の部分に入っている皮の薄いところや、 種を取り除いていきます。この作業は少しめんどくさいのですが、こうすることによってつぶつぶ感がある美味しいゼリーができますので、一つずつ丁寧に取り除いていきましょう。用意ができたら、この実の部分が何グラムあるかまず測ってください。 レシピでは果肉と果汁合わせて 200g になっていますが 200g より多い場合は取り除いていただいて 200g より少ない場合はお水を足すようにしてください続いてお鍋の中にお水を入れて沸騰させていきましょう今回はアガーという凝固剤を使います。 アガーという凝固剤ですが、このようにグラニュー糖と一緒に測るようにしてください。そして必ず使う前によく混ぜ合わせておきます。そして沸騰したお湯の中に少しずつ混ぜながら加えるようにしてください。アガーという凝固剤は寒天などの仲間で、こちらは植物性の凝固剤なんですね。 植物性の凝固剤、ほとんどが沸点に近い温度、100度に近い温度で凝固の力を発揮します。なので必ず沸騰したところに入れるようにするのがポイントです。アガーがきれいに溶けたら仕上げにレモン果汁を加えていきましょう。そしてもう一つ大事なのが、すべての材料が合わさった後、きれいに混ざり切った後にもう一度沸騰させるということです。 アガーはですね、沸騰させると本当に力を発揮します。熱があんまり加わっていないと固まる力が弱くなってしまいますので、沸騰したところに入れる。そして、もう一度沸騰させるということを覚えておいてください。再度沸騰したら火を止めて、先ほど用意しておいた果汁と果肉を入れて混ぜ合わせていきましょう。 今回なぜゼラチンを使わずにアガーを使ったのかと言いますと、ゼラチンというのは凝固剤でも動物性のものなんですね。動物の骨からできています。そしてアガーというのは植物性。ほとんど海藻からできています。植物性と動物性。今回使った甘夏はどちらでしょうか甘夏。 植物ですね。植物には植物性の凝固剤の方が相性がいいです。食べた時にどうしてもゼラチンだと動物の獣臭いのが残ってしまうことがあります。そのままね、食べても美味しいんですけども、やはり匂いが気になるという方多くいらっしゃいますので、今回は植物性のアガーを使用しました。はい、それでは器に流していきましょう。 この後冷蔵庫で甘夏ゼリーを冷やし固めるのですが、甘夏が転んでしまわないように今回は甘夏の下の部分にプリンカップを敷いています。プリンカップなど何か台になるものの上に甘夏を置いて、そしてゼリーを流して冷蔵庫に入れるようにしてください。赤は非常に凝固力が強く常温でも固まるので、冷蔵庫ではおよそ30分から1時間ほどでしっかり固まります。 はい。こちらが完成した甘夏ゼリーです。しっかり固まっていますね。指で触ってみてしっかり固まっていれば大丈夫です。それではカットしていきましょう。今回はですね、カットしても崩れないようにアガーを多めに入れています。なので、スプーンですくって食べる方はアガーの量を減らしていただいても構いません。 スプーンですくえるぐらい柔らかいゼリーにしたいという方は、レシピの半分の量のアガーで構いません。作り方は同じになりますので、硬さを皆さんの好きな加減で調整してみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いためになったという方は、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。 それではまた別の動画でお会いしましょう。